はい、どうも、青木です。今回は潜入はい、というわけで大阪までやってきました。初の大阪薫英女学院高等学校に今日は潜入していきたいと思います。初の薫英です。安藤先生にちょっと無理を言ってお願いしますとしたら、心よくこんなもうインターハイじゃねえ、ウィンターカップもう来週だから1週間後にはもう開幕してます。はい、そんな中撮影 OK してくれました。ありがとうございます。まあ今は双子の子がいたりとか、インサイドの島袋さん、まあ去年からねずっと縁の下の力持ちでやってたりとか、まあもう薫英っていうのはそもそもブランド校なので、本当にこんな大会直前のところはどんなことしてるのか、今回はしっかり薫英の様子お届けできたらなと思います。チャンネル登録、グッドボタン、まだしてない人本当やばいよ。もうさすがにもうこんだけいろいろ潜入系体験入部系見てしてないよ、もう心が痛いです。はい、なんでお願いします。というわけで早速行ってきます。今日はもう皆さんが主役ということで、怪我せずにね、そこだけハードワークしてください。お願いします。いきます。いきます。よっ、はいはい、始まりました。まず三角パスからスタートしていきます。いろんなパスの種類で待ってるところでドリブルついてこうハンドリングのとこやりながら準備して、いろんなパスの出し方種類確認しながらやってます。次はですね、レイアップシュートなんですけど、フットワーク、いろいろターンとかカッティングとかを織り交ぜながらレイアップの練習に入ってます。
上やばい。今フリースローやってるんですけど、3本打つんですよ。3本打って1本落としてしまったら、1本落としたらなんだっけ、スライド、どこまで、4往復の5往復のスライド。フリースロー3本中2本落としたらもうセブンティーンです。はい、厳しい世界、これが勝負の世界です。ちなみに3-3で落としたら、さすがにね、タイプとかじゃないの。はい、そこは大丈夫でした。総力見せに来たよ。そう、多分ね。エグ、わざと落としたよ、フリースロー。すごいな。セブンティーン超えてきた。18。こっちからスタートしたら、セブンティーンとワンのキスなんであっちなんですけど、今の子、18、こっちで終わったんで、プラスもうワンタッチで18タッチ。ちょ、鳥肌立ってる。エグい、普通に女子でそれで。すげえわ。はい、今ホストの1対1からハイローの合わせの 2-2 とかやったりしてるんですけど、すごく印象的なのはガードの小さい選手でもポストアップからの展開のパスが上手かったりとか、あとポストスモールされた時のディフェンスの対応の練習、まあそういうところを多分このガード陣もホストの1対1対陣のところ、守り方、シールの仕方、張り方とかいろいろ入れる角度とか、そういったところを長めにやってる印象です。
今年の強みに今練習見ててすごい感じたのは、フェイントの中をすごいアタックする。それが去年みたいにハンドラーが何人もいてドライブドライブドライブキックアウトスリーじゃなくて、ガードの選手もフォワードの選手もインサイドの選手もペイントが空いてたらそこにカッティングして体ぶつけてシールしてディフェンス収縮させて外からスリー打ったりとか、そこがなんかちょっと去年と違うなっていう、はい、本当にガード陣が持ってきて45度に落としたらインサイドあいつペイントが空いてたらそのまま自分がシールしてそこでもらってそこからキックアウトするみたいな、そこのそのペイントの使い方、コートのフロアバランスのところが今年の訓練はいいですね。最後は7点マッチでのクリメージが終わりました。ポストシールのところはね、さっきの練習通りこのインサイドをこうどん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 こう空いてたらそこのスペースにダイブしてシールして簡単にイージーなリングが近い確率高いシュートを体当てながらちゃんと決めてくるっていうところと、そこにやっぱ寄った後のキックアウトでスリーポイントっていうところが、まあスリーポイントのアテンプトがやっぱ多いチームだと思いましたね。訓練は本当にそこが強い。スリーポイントと、ドライブからのキックアウト。去年はなんかそのハンドラーガチャガチャのイメージだったんですけど、今年はポストシール、ポストシール、体ヒット。そういうところが、なんか去年とまたスタイルがね、違って、誰かに依存とか、誰かにずっと最後任すとかじゃなくて、こうみんながリングに対してアタックする、体ぶつける。で、リバウンドのところ、セカンドチャンス、サードチャンス、ファイトするっていうところが、こういう、今年はこういうチームなんだっていうのを、これ練習入って改めてね、あ、すごいそこを大事にしてるなっていうのを感じました。特に中のところをしっかり狙わなあかんし、そこのパスフィード、まあ、そのせっかく狙って取れてる、でも結局そこでパスミスして、まあ、なミスなっちゃってる、で今度パスミスして当てられたらもうそこから中見れなくなる。まずやっぱそのフェイントのところしっかり点数取れるようにはしないとあかんやろうし、それを自信持っていかんとあかんと思うよ。はい、はい、
では、ありがとうございました。ありがとうございました。神遠いと思うから、そういうところなくてやっていくようにするのと、ディフェンスはオフボールのところでその声かけてきてなくてノーマーク作ってしまってると思うから、少しくらいコミュニケーション取ってやっていくようにしましょう。はい、はい、終わります。ありがとうございました。はい、大阪薫英の体育館に来たんですけど、まあ、今年の漢字ということで触れていきたいと思います。まずね、僕国立大学出身なんで当たり前に全部読めることは前提なんですけど、気になったの触れていきます。まあ大体これは多分全力とか全て出すみたいな、諦めない、まあちょっとあれなんかな、わがままなのかな、素直に今年は行こうみたいな、まあ粘り強く、なんか違ったら違いますって言ってね、大体これは煉獄さんとかの煉だね。これは。だから、でもこれの意味わかんない。この富田さん。富田さん。この煉って言うじゃわかるよ。極丹か。丹田。丹田の。しっかり丹田して頑張ろうみたいな。おお、頑張ってください。頑張ってくださいね。これ気になる。梶川さん。梶川さん合ってる？はい、梶川さん。梶川さん、これは警戒とかじゃん、何か戒めって、戒めちょっと M なのかな。大丈夫大丈夫、セクハラとかなってない、大丈夫。はいはいはい、戒めてください、自分に厳しくね、そういうことでしょ。はい、ちょっとこれちょっと気になるわ、姉妹さん、これ気になる、これ何を改めるの、どうしたの。やらかした大丈夫、あの時ハマった、大丈夫。いや、じゃあよかった、改めてこうね、一番真面目、じゃあ改めちゃダメだよ。継続しないと、そこはこれが一番かっこいい、ちょっと癖というか癖持ち。さっきセブンティーンで18でしただよね、癖持ちです。これはどういうこれに進むっていう字つけて、幕臣で今年1年大きく進みたいなって。おー頑張ろうね、はい頑張ろう。これの、じゃあはいはいはい、しまいこれに並びが意味あるもんね、これどういう意味なんですか。コートネームでつけてもらって、ふっていうコートネームつけてもらって、その由来が風なんで、お風にしました。これはあ、雷神って、風神雷神っていうコートネームの意味で、風と雷なんで、雷って言います。上が先輩がつけてくれたん、はい、センスやばいね、風神雷神は、はい、へー、俺だってあれにするわ、俺がもし先輩だったら、ユリとメラにするわ。そう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。皆さん、今年の漢字は何でしたか。僕は、靴ですね、今年の漢字も。はいはいはい、これ筑波で、マキとかマスダに部室で靴って呼ばれてたらしい。はい、そういう感じです。はい、というわけで、ウィンターカップでは一人一人がしっかりやるべきことをやって、そのチームの目標である全国制覇を目指して頑張ります。ありがとうございます。はい、ということで今、潜入無事終えてきました。本当にまずね、まず言いたいのは、本当にもうあと数日後ウィンターカップ出発っていうこの時期に撮影、OK してくれたこと、コマンド先生はじめ、まあプレイヤーもそうだし、学校関係者の方々、バスケ部の方々には本当に感謝するしかないです。はい、でまあ一応潜入を終えてなんですけど、キャプテンとか、まあ、他の選手にもいろいろインタビューしたところ、去年はスター選手がいたけど今年はスター選手が不在っていう中で、本当に自分たちができることをやれば勝てるチームっていうニュアンスよりかは、自分たちのことをやればできるチームっていう風に言っていたし、練習での一体感っていうところがありました。選手が例えば対人メニューの終わりとか、なんか2往復半とか7点ゲーム終わった直後にプレイヤー同士でいいやってんの、あっちもっとこうじゃん、ここ見てると、そっちあいつだよ、こっちのこうして、ここをラッシュして、これを選手たちが自発的に言えるっていうのは高校生
だからとか女子だからとか関係なしにやっぱすごい、それはやっぱそういうところはきっと安藤先生が人間性のところを多分日頃から言ってたり、いやこうしたらいいやんこうしたらいいやんっていう、そのやらされてる感じではなくて、本当にあの安藤先生の元でやりたいプレイヤーが集まってるからこそ独特の雰囲気があったりとかして、あこれは潜入してみないとわからないなっていう、やっぱり全国大会の試合と近畿大会の試合だけ見たら訓練ってかっこいいチームだしブランド校というかあると思うんですけど、もう練習の時は本当にあのみんな言い合ってて、あやっぱこういうチームが強いんだ、しかも独特な雰囲気なんだっていうのはすごい見れました、いろんな一面を。多分これ上がってる頃にはおそらくねウィンターカップ始まってると思うんですけど、本当に1回戦から留学生の可能性もあるし、下手したらずっと留学生の可能性もあるしっていう中でっていう風にもうそこを強調してすごい言ってたんで、ぜひね皆さんあの大阪薫英の応援といろんなところの応援、まあ、ウィンターカップぜひね楽しんでほしいです。はい、というわけで来年以降もいろいろ潜入体験入部させていただければと思うので、ぜひ皆さんチャンネル登録とグッドボタンお願いします。まだしてない人やばいです。はい、というわけで今回は大阪薫英女学院に潜入してみたでした。ありがとうございました。